プライド・オブ・アメリカは、ノルウェージアイ・クルーズラインが運行している、クルーズ客船。本船はもともとアミーク部が、プロジェクトアメリカ計画として2隻の建造を予定していた客船のうちの1番船で、アメリカのインガルス造船所で建造中だったが、2001年のアメリカ同時多発テロ事件の影響でアミーク部が、倒産。建造途中だった船体を2002年8月に、スター・クルーズが、 参加の NCL 向けに購入し、ドイツへ栄光して、ロイド・ベルフトで建造を続行することとし、その際合わせて、船体延長して、7万2千総相トンを8万439相トンに大型化した。しかし2004年1月14日、ロイド・ベルフトでの偽装工事中に暴風によって浸水格大する事故が発生し、 当初就航予定の2004年7月から約1年遅れの2005年6月6日にようやく就航した。その後、6月17日にニューヨークで行われた命名式にてアメリカ労働長官のイレーン・チャオによって命名され、7月23日よりハワイクルーズに就航した。運航は NCL のアメリカ国内クルーズ向けブランド NCL アメリカが行っており、 また本線はアメリカ船籍で、同船籍の外交客船としては1958年に、竣工した客船以来、47年振りの新造船であった。本線の客室は全部で1069室あり、そのうちの835室が海側に面している。ありがとうございます。